はい、皆さんこんにちは。札幌のコールセンターでスーパーバイザーやっております井川直輔と申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、動画を紹介する前に2点ほど皆様に、言うことがございまして、まず1点目なんですが、アクセスの検索フォームのダウンロードができないというご指摘がご視聴者様からございまして、調べたところ、私の不具合でダウンロードができないようになっておりました。現時点では復旧しておりますので、ご興味のある方、どんどんダウンロードしていってください。ご迷惑をおかけしました。並びにご指摘の方、ありがとうございます。はい、それからもう1点は、略してあれ、MOS っていうんですかね、マイクロソフトスペシャリストなんでしょうか、試験を受けるという方からコメントをいただきました。はい、ちょっと私の動画のレベルが高いというご指摘がございまして、はい、最後の方を読んでいくと、一生懸命理解しますので、これからもたくさん動画を上げてくださいねという温かいコメントをいただいております。はい、たとえお世辞であっても、私まっすぐに受け取るバカでございますので、早速動画を上げてみたいと思います。試験をね、受かった時に、井川の言ってたことってこんなことなんだなっていうことを理解していただければ、本当に幸いでございます。試験の方頑張ってください。はい、そうしましたら、前回の動画でちょっと壮大なことをやりたいというふうに私皆様にご案内をしております。で、まあ、壮大なことというのは、今日ここに書いてある通り、Excel とアクセスの連携ということでございます。で、題名が、お孫様と九九の練習ということでやってます。動画をアップしてるとですね、分かるんですよ。皆様が何歳、何歳の年齢層かということと、それから、性別ですね。で、55歳以上の方が非常に多いので、もうお孫さんが間がいてもおかしい年ではないかなというふうに思ってます。なので、イラストも天使からおじいちゃんと、お嬢様の、お嬢様というか女の子に変えてます。おじいちゃんとね、お嬢ちゃんは仲がいいとと同様に、エクセルもアクセスも、この動画で再三再四申し上げましたが、仲がいいものです。ぜひともこの連携の方法を覚えていただきたいというふうに思ってます。じゃあ、なんでクックなのかっていうと、まあ、お孫様と一緒に遊べるものっていうのもあるんですけど、クックっていうのは、ひらがなと数字さえ読めればできます。小学校2年生でやるものなんですが、あんなものは2年生まで待つ必要はないです。で、私は幸か不幸かですね、結婚を2回しておりまして、1発目の結婚が連れ子だったんですね。で、小学校1年生の夏休みの時になんですが、ポケモンスタジアムが欲しいというふうに私に言ってきまして、よっしゃ買ったらと、その代わりお前ククを覚えろよって言うと、2ヶ月ぐらいで覚えました。で、今の子供は、上が中学生と下が4歳なんですが、幸か不幸か、知的障害なんですね。上の子供がもう中学生なんですが、多分知能は4歳ぐらいしか、4歳にもないと思います。が、ククは言えます。私が作ったツールがあるからっていうようなことではないんですけど、九九は覚えれますので、どんどん、こんなものはね、言うことさえできれば覚えてしまうもんなんで、子供の暗記力ってのは素晴らしいので、ちょっと練習の材料に使ってみてください。これで、私よく家庭教師もやってたんですが、中学生でまず数学ができない子っていうのは、九九と分数が理解できていません。言ってしまえば、小学校の算数なんて、九九と分数さえ分かってしまえば、中学校に至ってなんとかなっちまうもんなんですね。なので、ちょっとそれをご紹介していきたいと思いますので、どうぞお付き合いのほどをよろしくお願いいたします。はい、サンプルフォーム、サンプルファイルはここにあります。ダウンロードできるのは検証済みでございますので、皆さんどうぞ安心してダウンロードをしてください。そうしましたら、これダウンロードしますと、レンというフォルダができます。レンというフォルダの中に、なぜかしらレンレンになってますが、ちょっと、私がミスったかもしれませんが、まあ、開いていくと、九九の練習と、それから、クックのアクセスが入ってます。まず練習の方を開いてください。練習の方を開きましたらですね、はい、読み取りで開きますかと聞いてみてください。そうすると、ダンの練習とクックのプロという風になってます。はい、で、ダンの練習っていう風になると、ここ何になるかと7という風に例えば入れます。まあ、ちょっとここ7入ってないんですけど、71が7。
で、答え合わせっていうふうにすると、やったね、正解。次も頑張ろう。問題、7、2、14。答え合わせ。いや、次も頑張ろう。で、問題。例えば23にしてしまう、してみましょうか。そうすると、答え合わせと、残念、次も頑張ろうって、こうどん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 問題を、進めていきます。あ、10になっちゃった、ちょっと愛嬌。はい。で、63というふうにして、答え合わせっていう、やったね、正解、次も頑張ろうっていうと、おしまいというふうになって、こっちに戻ります。で、九九のプロっていうのは、ちょっとこれ小さくしましょうね。でかかった。はい。問題っていうと、ここにランダムの数字が発生します。はい。で、葉っぱ、64。答え合わせ。やったね、正解。次も頑張ろう。問題、四九、65としてみましょうか。で、答え合わせ。残念。次も頑張ろうっていうふうになってます。はい。これは、心ゆくまで九九の練習でできるので、100問でも200問でもやっていただければというふうに思います。あまりね、できないのをやっても意味がないと思うんですけど。はい。で、まあ、終わったら終わったで閉じていただくと。はい。で、これで終わっていいのかと。よくはないですよね。これで終わったらよくないですよ。じゃあ、どうするのかっていうと、ここの九九のこのアクセスを開いてみてください。そうすると、MT 計算というところがあります。ここに、今やったものがこれ入力されてるんですね。アクセスから転送されてきてるんです。で、ここの判定というのも同時に飛ばすことはできるんですけど、せっかくアクセスを使ってるんだから、クエリでやってみたいっていうふうになると、ここでアクセスが自動的に丸×判定をしてくれるというふうな仕掛けになってます。じゃあ、ここ。じゃあ、せっかくやったので、おじいちゃんやおばあちゃんがただクスクスってんじゃなくて、やっぱり回答用紙お孫さんに渡してあげたいじゃないですか、と、結果のタブをやって結果発表っていうふうにすると、こういうふうになります。どうでしょうか。アクセスとエクセルが仲良しだっていうことがお分かりになっていただけたでしょうか。おじいちゃんと、おじいちゃん、おばあちゃんとお孫さんのようにでですね。で、私が何を言いたかったかっていうと、この九九の練習というところなんですが、皆さんこれ、多分、エクセルのスキルが少しでもあるんであれば、これぐらいの、ものって多分作れるはずなんです。作れるんです。作れます。なんでね、断言してしまいましたけど。だけど、この入力フォームをアクセスのフォームで作りなさいというふうに言われたら、ちょっと戸惑りませんか？戸惑るはずです。だって難しいですもん、アクセスってっていうふうになってると思うんですね。その難しさを払拭するためにずっと私動画を上げてきてるんですが、おそらくすぐはできないと思います。じゃあ、この結果。これ多分できる方、これをアクセスのレポートでできる方と言ったら、多分皆さんの会社で何人いらっしゃるでしょう。多分私の会社では私だけです。絶対にこれは断言できます。で、なんで断言できるかっていうと、レポートなんてもうそもそも相手にしないんですよ。レポートって本当に便利な機能なんです。即興で作るには、レポートをするのが一番いいんですけど、やっぱりアクセスを覚え始めて、一番初めに、走るのって、クエリーの前に多分入力フォームなんです。検索フォームなんです。で、その後に一通りやって、じゃあデータを抽出しようと思った時に、検索フォームよりもクエリーの方が重要だっていうふうに気づくんです。だからレポートなんてやる暇がないんですよ。本当は使えたらすごく便利なんですけど、ただこのレポートも、この入力フォームも、アクセスだったら便利ですよねっていうお話です。これが本当にエクセルとアクセスの使い方なんですよね。なので、
壮大なことっていうのはこれをしたかったんです。僕が、今34本ですか、動画を上げてますけど、本当に皆さんに、覚えてほしい、現場でやるとこれが便利だよっていうのはこの動画なんですね。これをやりたいがために、1年前から、せこ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 やってきたんですね。私はもう現場ではこれ以外、これができなかったら多分本当不便を感じると思います。1日、だいたいデータ扱うにするにして、そうですね、全部で1万件ぐらい、1万件ぐらいのデータを、CSV ファイルでシステムから落として、その CSV ファイルをアクセスに貼って転送して、で、それを、既存のテーブルに追加をして、上席の方からこの数字とこの数字とこの数字を抜いてっていうふうにすると、このように、Excel から引っ張ってきて、Access から Excel に引っ張ってきて、印字をして渡すと。だから誰よりも早いです、やれって言われたら。あまりできるふりをしちゃうと全部仕事こっちに来ちゃうんで、できないふりもするんですけど、多分僕が一番早いと思います。なんでかって言ったら、もうここに式を入れるとか、もうなんかもうエクセルが重いとか、列がずれたとか、もうそんなことは言わせません。ボタン一発です。面倒なことっていうのは全部エクセルとアクセ、エクセルだって、え、え、あ、エクセルでいいのか。エクセルとアクセスにやっていただければいいわけですから。要は、それを、ちょっとコードをお見せしますけど、こういったコードで、ポン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 引っ張ってくればいいんです。こんなコードを書けないよ、だなんて思わないでください、皆さん。私でも書けるんです。で、いや、そりゃあんたはできるけどねって思うかもしれませんが、このコードですね。このコードを順に説明していきたいと思います。もう今でも11分なので、これを、やると。全部説明していくと、もう夜中ですので、私もビールも飲みたくなってくるでしょうし、皆さん眠くて明日仕事があるでしょうし、私は明日休みなんですけど、あるでしょうし、ライブチャットとかでね、やってみます、私の顔を見ながら、なんてね、見たくもないと思いますが、ライブチャットでは、リクエストがあったらやるかもしれないですけど、ちょっと考えておきます。多分やらないと思いますけど、リクエストないと思いますので。で、こんなことができたら便利なのになっていうことを、形にしていきたいと思います。皆さん、決して難しくないです。今日もあったように、わかりやすい動画心がけたいと思いますので、ちょっと、毎日はですね、上げれないんですけれども、どん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 解説をしていきたいと思いますので、それから、できましたら、おじいちゃん、おばあちゃんとお孫さんと、この、ツールを使ってですね、九九を覚えていただければ本当に嬉しいなというふうに思います。お父さん、お母さんは九九を言えなかったら怒るかもしれませんけれども、今、将棋、藤井聡太さんとか、羽生竜王とかが、すごい有名になってますが、米長邦雄、永世棋聖、もう亡くなってしまいましたが、彼、米長永世棋聖が言っていました。人を褒める薬というのは、まずお前は天才だという言葉から始まるんだってね。で、勝負に勝つ負けるっていうのは、技術を習得するだけではなくて、いつもニコニコ笑っていること、絶え間ない努力をすること、そういう人間に勝負の女神は味方するんだっていうことをおっしゃってたんでね、すごい尊敬できる方で、惜しい方が亡くなったなというふうに思うんですけれども。ぜひとも一回、九九が言えたら、本当に頭を撫でてあげてね、よく言えたねって言うと、九九なんてのはあっという間に覚えれると思いますので、ちょっと、もし、ご興味のある方がございましたら、ダウンロードして練習してください。では、コードの解説は次回にしたいと思いますので、ぜひ皆さんご期待していてください。頑張って動画上げますので、よろしくお願いいたします。もしご興味あれば、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。では、今日はこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。